え、どれ運べばいいんですか。あっちです、あっちです。なおめ、あっち、こいつですか。こいつです。開けていいんですか。どうぞ。失礼します。こいつですか。はい、こいつをぜひ荻原さんに運んでほしくて。レガヨ、はい、ガヨアラビカ一応スペシャルティーコーヒーって分かりやすいですね。やっぱ日本語大事ですからね。あー分かるわ。赤ゴシックでセミウォッシュ、インドネシアの豆、しかも20キロバッグ。とりあえずこいつをね、はい、運べばいいんですよね。お願いします。行ってきま す, お願 い, しますよ。いしょ、いいわ。20キロってとても持ちやすい。よっこらせ。いやでも20キロバッグってなんか僕初めて見ました。いやそうですね、ですよね。あの段ボール箱のやつとかだったら見たことあるんですけど、はい、ああいわ、あしっかり麻袋に入ったやつ。そうなんです、初めて見ました。これ筋トレに使えるな。ちなみになんですけども、はい、僕今これ何で運んでるんですかね。これはですね、はい、まあうちこなすのがですね、はい、実はまあ、昔から和光さんと付き合いがあってですね。そうですよ。あ、そうだ、カメラマン、コナスノーの山倉さんです。コナスノーコーヒーの、はじめまして。和光コーヒーチャンネル登録している皆さん、はじめまして、コナスノーの山倉です。それでですね、まあ、うちのインドネシアの木豆を取ったんですけど、はい、ちょっとうちで使い切れない分があってですね、和光さんにぜひ美味しい豆なんで使ってほしいなと思って連絡して直接届けに来たという感じですね。いただきました。コナスノーコーヒーさんって、はい、新潟ですよね。そうです、新潟です。新潟から大阪まで、はい、そうなんですよ。え、だいたい、まあ、7、8時間ぐらいですね。7時間。車で運びに来ました。やっば。じゃあラストのこの、よいしょ。ありがとうございます。よいしょ、それで、はい、じゃあ、よいしょ、ありがとうございます。よいしょ。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。いや、運びましたね。ずられてるやつ、説明聞いてもいいですか。はい。こんにちは、和光コーヒーの荻原です。こんにちは、コナスノーの山倉です。はじめまして。はじめまして。いや本物だ。お世話になって、いや全然全然お世話になっております。こちらこそ。こちらコナスノーコーヒーの山倉さんになります、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、あの YouTube もそうですね、ちょうど同じ、いや、そうです、はい、本当に同じぐらいから、はい、そう、YouTube を始めてはって、一度ね、僕もあの動画でご紹介させていただいたんですけど、あの新潟で、はい、あのコーヒー屋さん、かつあのスペシャリティコーヒーの専門店、まあ、そうですね、うちはやってるんですよね、はい、今回、まあ、うちがもともとちょっと、ね、取引みたいなのがあって、そうなんですよね、まあ、2、3年前ぐらいからちょっと取引があって、もともとは和子さん知ってたんですけど、そうですね、はい、その感じもまあちょっとね、後からこういろいろね、親睦を深めて行こうと思うんですけども、はい、まず今日こちらね、インドネシアのコーヒーの麻袋、生豆を持ってきていただいたんですけども、はい、知り合いの方が輸出してはって、そうです、でそれをまあ、まあ、うちで、はい、引き取って、まあ、使ってる、すごいいい豆なんですけど、はい、ちょっとね、変わった麻袋で、そうですね、あんま見たことない、初めて来ました。でこれをまあうちが 20×4、はい、80キロぐらいで、まあ、売ることになったんですけれども、はい、僕ね、あまり味だけはコナスノーさんで焙煎しているものを飲ませてもらったんですけども、まあ、情報であったりというのは僕もあんま聞いてないので、はい、そのご紹介お願いしてもいいですか。まあそうですね、はい、はい、じゃあお願いします。はい、そうだ、すみません、山倉さん、はい、こちら、これね、レガヨ、レガヨっていう豆で、まあ、あのいわゆるこうインドネシアの、ね、ガヨ地区っていう有名な産地があると思うんですけど、はいはい、まあ、そこの、まあ、選ばれた何十農家さんから集めた豆っていう感じですね。なるほど、リージョナルというか、そうですね、いろんな、はいはいはい、で、まあ、あのうちだと今こうナチュラルワインと、まあ、レッドハニーとセミウォッシュドとフルウォッシュドが4つあるんですけど、はい、この豆に4種類なってるんですか。マジですか。同じ豆で、まあ、生成方法が違う4種類あるんですけど、はい、まあ、他の結構癖がやっぱりあるので、ちょっとまああんまりこうね、結構香り強くなっちゃうので、あんまりこう、はい、和子さんだと合わないかなっていうので。確かにそういうのって結構地域特性もありますもんね、うん、そうですね、はい、でセミウォッシュドやっぱり一番こう飲みやすくてインドネシアっぽいというか。そうですね、セミウォッシュドもインドネシアの伝統的な、うん、ガツンと、まあ、まあいわゆるこうね、草っぽいとか土っぽいとかって言われますけど、うんうんうん、本当その王道な苦味 と、コクがある感じで、はい、めちゃくちゃ、まあ、上質で美味しいので、うんうん、ぜひ使っていただければな。なるほどなるほどなるほど。こんなストロングなかけて初めて見たんですよ。ここにもこのスペシャリティコーヒーですって書いてあるんですよ。これはきっと日本をね、証券として捉えてるということなんだと思うんですけど。そういうことですよね。でもね、日本にはまだ多分ほとんど入ってきてないみたいですね。なんか最初にうちが今年の初めに取った時は、はい、まあ、100キロだけうち取ったんですけど、はい、まずもう本当、日本でうちが初めて販売するという感じだったんで、なるほど、未だに多分ほとんど入ってきてないので、はいはいはい、結構レア度は高いなと思います。まあ、確かにね、麻袋もデザインも結構凝ってますので、そうなんですよ、おしゃれ。しかもこれ20キ
キロですよね。珍しいなこれ20キロバッグ、はい、なるほど、そんな感じで、まあインドネシアの、まあ、代表的な味を持っている感じで、僕、うん、深入りのものを飲ませてもらったんですけど、はい、まあ、なんとか結構クリーンなイメージがあって、いや本当にこう雑味なく飲みやすいですね、めちゃくちゃですよね。だからちょっとまあ僕ただもらったのが結構フルシティぐらいの焙煎所で、 うち多分結構浅めに焙煎してるんですよ、うん、めっちゃいいっすね。そうなんですよ、だからちょっとそれをね今から焙煎して、まあ、どんな味になるんだっていうのを、そうですね、山形さんと一緒に、はい、小木原さん流に美味しく仕上げてもらえればなと思います。いやちょっとご指導いただけながら、いえいえ、はい、お願いします。お願いします。はい、焙煎しに行きます。お願いします。じゃあ早速、はい、焙煎しに行きましょう。行きましょう。よし、行きます。よっからせ、あ、綺麗に雨もやんだな。あ、ちょうどいいタイミングで筋トレしてるんですもんね、小木原さん。筋トレとかダイエットしてますね。なんかダイエット企画やりました、ね、やってるぞ。山倉さん必要なさそうですね。いや俺ね何もしてないと痩せてくんですよね。マジっすか。あんまよくちゃんと食べないといけない。逆にそう。山倉さんってなんかバックボーン何なんですか。普通にサラリーマンです。サラリーマンですか。サラリーマン、はい、なんかもうレゲエ臭がすごいんですけど。コーヒー屋になってからこの感じになりました、はい、そうなんですか、はい、だからコスプレです。コスプレヒッピーというか感覚があるんで、よっからせ。じゃあちょっとこいつ早速開けてみていいですか。はい、お願いします。綺麗に、ミシンは2個ですね、はい、しかもね、これね、いいミシンですね。あ、そうですか。これはいいミシンですね。これはもう単純に、はい、こう朝袋の開け方、はい、この二等辺三角形になっているこのまあ底辺の向きの方からに切り込みを入れると、はい、これはね、多分綺麗に開くと思いますね。バババっていく感じ、はい、これはクソ手間取ってる。あ、来た来た来た。これは、はい、これはいい朝袋ですね。いいミシン目だな。これがね、コモディティとかだとかなりここに時間かかるんですけど、あ、はいはいはい、はい、これはスルリといける。綺麗に取れました。ここはまず大、高評価ですね、これは。はい、ここも評価のうちなんですね。ここは評価のうち入りますね、やっぱ。大事大事。で、こう中に、あ、でも20キロってこう口が割と狭いな。確かに。でもなんかこれ何個に使えそうですね、この朝袋は。なんかね、この細さはいいですよね。で、しっかりグレインプルで、そう、こうやってね、そう、60キロとかだとこのロックないんですけど、そう、ちっちゃいですね、こういうのがあって、これ取ると、見てみましょうか。はい、じゃじゃーん、じゃーん、おー、こんな感じですね。あ、本当にマンデリンって感じですね。そうですね。青いなー、やっぱ綺麗ですね、比較的。あー、これ通常のマンデリンがね、横にあるんですけど、これちなみにこれマンデリン G1 です、はい、マンデリン G1 でやっぱちゃんとこう綺麗に全てが緑色で、なるほど、こっちはこういう普通の G1 の方は緑の部分があったり白っぽかったり黄色っぽかったり、これ一応最高等級なんですけども、こんだけ差があると、これそういう意味では結構揃ってますね、やっぱ綺麗に、ね、質はすごくいいと思います、ね、うん、なるほど。早速こいつを焙煎しましょう。じゃあ早速、はい、焙煎していこうと思います。お願いします。名前がレガヨ。はい、レガヨ。レガヨのセミオシド、ね、セミオシド、はい、インドネシアの豆焙煎していきます。お願いします。じゃあとりあえず2キロ焙煎しますわ。はい、お願いします。よいしょ。ちなみに山倉さんは普段焙煎とかはしてはるんですか。焙煎してないです、ね、なるほど。じゃあ、はい、言ったら、オーナーさんですか、お父様が。まあ親父と、あとまあうち、まあ、家族経営なんで、はい、姉の旦那さんが今焙煎してる感じ。そうなんですか、はい、まあ、メインは親父やってますけど。なるほど、はい、このセミオシドに関しては、はい、結構深めの焙煎をされてはりますね。がっつり深いですね。ですよね、はい、ちなみに焙煎機とかお店は何を使ってはるんですか。フジロイヤル5キロと、あ、フジ5キロ、あとラッキーの4キロと、はい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 、はい、あと赤ポッチがこう、あ、そうですね、はい、はい、がメインですね。あ、そうなんですね。あと1キロが1つありますけど。あ、じゃあこのフジロイヤル5キロっていうのは、え、まんまこれほぼ一緒ですよね。一緒です、はい、一緒です。じゃあ僕とりあえず2キロで11分目安ぐらいで焙煎してみようと思います、はい、で、中入りっていう感じで一発を完全に抜けさせてという感じで、はい、いいですね。ちょっと違う焙煎飲んだことがないから。あ、ほんまですか、はい、楽しみです。なるほどな。じゃあこれであとは待つだけ。小木原さん毎日焙煎してるんですか。ここで僕はゴリゴリっすね。あ、もう一日中、1日中っすね。1日中ではないかな、大体、まあ、YouTube やったりもあるし。そうですね、4時間ぐらいですかね、1日4、5時間が焙煎っていう感じで。いやー、あっちの、そうメインがあっちで。そう、そうドデカ焙煎機がね。そうなんですよ。もうついでにプロバットお見せしようかな、皆さん、ね、せっかくなら。そうですね、それやりましょうか。はい、見たいです、見たいです。ちょっと焙煎機紹介する前に、焙煎が、まあ、スタートしているんですけども、ちょっと豆犠牲にします。はい、まあ綺麗に、まあ、みんないい色で黄緑を抜けて黄色に入ってくる、
ちょうど本当に焙煎が綺麗に同じぐらい進行してますね。こいつ3つぐらいはちょっとあれですけど、まあ単純に本当に品質が揃っている、いそうな感じはします。期待してます。期待しております。じゃあちょっとその中でね、はい、まあ今6分ぐらいか、はい、まだ大丈夫なんで足行きましょうか。そう、僕がメインで扱っているのがこのあれですね、プロバットっていう。いやこれすごいっすね。これがね全部アナログなんですよ本当に。この主電源とかも電源も主電源これなんですよ。ブレーカーなんですよ。わすごっ。おめちゃくちゃいい音がして動き出しました。こんな感じで回ってるんですけど、そう、僕もあんまり自分の動画でちゃんと紹介したことなかったんで。あ、マジっすか。そうなんですよ。まあこれともう一個の脚立があるんですけど、はい、これでこう、まあ、豆ここに入れるんで。そうっすよね、入れてって感じで。で持ち上げるのも大変ですよね。そうなんですよ。これが言ったら20キロとか大体こいつ25、6まで焼けるんですけど、だから13キロに2回に分けてとか担いで運ぶ感じで。あとはこの、まあ、攪拌機とかも基本的にはあのボタン式とかが割と多かったりするんですけど、うんうん、これはもうあの レバー式というか。え、そうなんですよ。まずあのこれで今下から、そう、風速1メートルで下に風が吹いていて、はいはい、でこいつのレバーをこうするとこう回るって感じで、あっちのフジロイヤルとかボタン一つでこうできるんですけどこれ全部このあの筋肉で解決しなきゃいけないっていう。いやすごいっすね。で火力調整とかもこの、まあ、レバーが今これ種火がついてるんですけど、はい、奥にこの何だろうがこんな感じで火が回ってるんですけど、はいはいはい、うわすげえ。あやば、これで調整しなきゃいけない。しかもこれがねブレるんですよね非常にブレるんで本当に。いやもうここは本当職人の技になってきますね。大変なところですね。すごいっていうのを毎日やってて、いやこれね、もう今これゴールド抜けて9分ですけど、まあちょうどそうですね11分2分ぐらいで上がりそうな感覚ですかね。今1ハゼですね。なるほど。順当ですね。多分12分半とか40秒ぐらいで上がりそうですか。なるほど。本当になんか初めての豆を焼くときってなんかまず分かんないんですよね。そうですよね。なんか全部違うって言いますもんね。これ今ちゃんと今一ハゼ来ましたね。パチパチ言ってる。はい、やっぱうちのなんかマンデリンとはなんか違う感じが若干違います。普通の G1 とは、結構本当に不揃いなんで、うん、なんかこうそのいわゆる一ハゼのパチパチ音が、はい、なんか長引いたりとかっていうのがあるんですよ、はいはい、最初に始まる豆とかあの後半に始まる豆とかもあるんで、はい、ただ今最初に結構今パチパチって音が始まったんで、なんか揃ってるような足並みが揃ってるような気はしますね。もともとコーヒーはお好きだったんですか、そのサラリーマンからコーヒー屋になった時は。まあ、その時全然コーヒー素人、まあ、今も素人みたいなもんですけどその時全然、まあ、飲まないです、ほぼ。あ、そうなんですか、うん、その会社員時代とかも。はい、飲まないです。そっから、まあね、親父がコーヒー屋始めて手伝うようになって、はい、そっから勉強してた感じです。そうなんですね。なんで小木原さんみたいにずっとコーヒー好きなの羨ましいなって。いやマジで逆に言うと、うん、まあ、僕もまだまだですけど、僕引き出しがコーヒーしかないんで。いやいいんそれはでもあのなんか一つの なんですかコンプレックスってほどではないんですけど、悩みではありますね。いや絶対その方がいいと思う。いや言ったらなんか、いやさっきちらっと言ってましたけど、うん、なんか山倉さんあれでしたっけ、なんか大学では心理学かなんかで。あ、そうそうそうです。え、その一発目の職業とか言っていいんですか。なんか普通にまあ心療内科、精神科で働いてましたね。そのカウンセラーみたいな感じなんですか。そうですそうです。絶対なんかそっちの引き出しがあった方が、個人的にはね全くコーヒー屋には生かされてない。そこは、本当ですか結構でもみんな脱サラしてとか職業を変えてコーヒー屋さんって結構有名になってる、まあ、そうっすね、人とかも多いんで。確かにいきなりコーヒーから入る人って逆にあんまりいないですね。そうなんですよ、そうなんですよ。多分これからちょっとずつ今ローサーとかが増えてきて、うん、職業として認知がされてきてるんで増えるかもしれないんですけど。確かに、まあそうですね、まあ、みんなやっぱ今活躍してる人たちは他の異業種からとか、うん、多いんで。これ多分ぼちぼちかな。焼き上がりました。そうですね。で今12分20秒の一ハゼが完全に終わった、まあ、いわゆる、まあ、ミディアムローストとか、うん、あ中リと呼ばれる頃合いですね。めっちゃいい香り。そうですね。じゃでも豆粒でかいですね。いや大きいですよね。結構粒はでかめですね、うん、なるほど。で
あ、これとかもうマンデリ、ザ・マンデリみたいな大きさしてますね、この縦長の感じ。はいはいはい、わかりました。じゃあ早速ね、これ飲みましょう。はい、飲みましょう。が、レガヨ、レガヨ、だから飲むんですけども、抽出と引用の部分はあのコナスローさんのチャンネルでいいですか。あ、ぜひお願いします。 ありがとうございます。じゃあちょっとね、僕らのところはここまでで、今からコナスローさんのチャンネルに移動して、僕らはこうコーヒーを、まあ、飲みながらちょっとべしゃりましょう。はい、はい、ありがとうございます。そんな感じで、あの概要欄にコナスローさんのチャンネル、ございますと動画ございますんで、皆さんちょっとそちらもね、ぜひご覧ください。じゃあすみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。じゃあそっち移動しましょう。はい、